継ぐの日昭和からの呼び声。はい、こんにちは、スレトルトと申します。半年ぶりに継ぐの日シリーズの新作が出ましたということで、やっていきたいと思います。継ぐの日シリーズはね、ほとんどやっているんですが、このゲーム簡単に説明しますと、画面をこのキャラクターが左に進むだけという、とても簡単な操作で、ものすごく怖い体験をすることができるというゲームでございます。今回は昭和を舞台にした、田舎に帰るみたいなストーリーなのかな。やっていきましょう。昭和からの呼び声。まあなんかこの田舎町の夕焼けとかって、なんか物悲しさとか怖さを感じますよね。いないはずの何かに気をつけろ。それは家の中であなたを見ている。ちょっと後ろ見ちゃったよね、今。なんかちょっと左、ね、後ろを見ちゃいますよね、こういうの。まあなんか和風の家とかが出てくんのかな。田舎の怖さってそこだもんね。おい、お、なんかバス乗って、帰省でもしてんのかな、おばあちゃん家に。はい、左で移動と。キーボードでパソコンでやっております。バスに乗ってるな。今まで電車に乗ったり、まあおもちゃの家というかドールハウスだったり、まあ夕焼けだったり帰り道だったり、いろいろありましたけど。なんか、おしゃれだね。うん。東京デビューしたのかな。ああ、やっと着いた。郵送。え？なんて書いてあるのあれ。え？幽霊で、送るみたいな？そんな電車あんの？豆腐屋の音が鳴ってますね。今日からおばあちゃんの家に泊まりか。まあ、なんかちょっと寂しげだね。おばあちゃん迎えに来てくれてもいいのにな。お母さん出張だから仕方ないけど。まあ、でも孫はね、お、なんか後ろ通った？気のせいかな。やだな、おばあちゃん家古いんだよ。令和の村づくり、清水亮。この後ろのね、背景のポスターとかも面白いんですよ。綺麗だね。郵便ポストは結構、うん、なんていうの、今風というか、祠がありますね。まあとりあえず、まあ一日ごとに、時間が変わっていくんですが、継ぐの日シリーズ。まあ一日目はそんなに怖いこと起きないっていうイメージが。あ、これはでもあれだよね、迎えに来てくれたおばあちゃんだよね。いらっしゃい、遅かったな。もう夕方だもんね。あ、お世話になります。そんな仲良くないのか。あんまり、うん、会ったことなさそうだな。さあ上がっておいで。あんま仲良くないのか。それを一人で行くってのはちょっとしんどいな。俺も一人でおばあじいちゃんおばあちゃん家に遊びに行ってましたけどね。あ、家の中もある。外だけじゃなくて。あー、俺予告しておきます。継ぐの日、継ぐの日ファンの俺としてね、全シリーズほとんどやってる俺として言います。あの人形何かやらかします。絶対やらかします。お邪魔します。継ぐの日あるある早く言いたいから。あー、あの時計も何か、なんか後ろ通った？後ろ通っただけだよね。誰か覗いてないか？誰か隣のおばちゃんか？右に。時刻は4時45分か。ポーンとか絶対鳴るよ、あの時計。おじいちゃんいないのか。俺こっちだぞ。隣のトトロとかである階段が後ろにあるな。あ、おばあちゃんと一緒に並走するのか。しばらく見ねえうちに大きくなったな。あの鏡、絶対何かやる。そして電話も鳴る。絶対あの、あ、なんかちょっと、もうやりやがったな。初日は何も、初日は怪奇現象起こさないって約束でしょ、これ。じいさまの葬式の時以来か。ああ、おじいちゃん死んじゃってるんだね。懐かしい。なんか、このビヨーンってめっちゃ伸びる掃除機、懐かしいね。そしてこのほうきも懐かしいですね。あれが死んだじいさまか。ん？誰が閉めたの？おばあちゃんがこの右手でこうスッと閉めたのかな。ちっとも顔見せねえのに困った時だけ頼ってくるんだな。ん？じいさまか、あれ。後ろになんか影みたいになるけど。顔見せねえのに困った時だけってどういうこと？どういうこと？母さんが出張だから預けられたみたいなことなのかな。この子こう、誰？誰だよ。実家は旅館じゃねえで、たまに帰ってくるじゃダメだ。そんな子供には言うのやめてあげてよ。ねえ、親のね。
ちゃんと規制はしなきゃいけないなとは思うんですけど、今ちょっと規制しにくいご時世ですからね。母子家庭じゃ大変だで。この家に帰ってきたらいいのにな。めちゃくちゃ怪奇、初日からめちゃくちゃ怪奇現象起こるじゃん。洗濯機回してんのか。なあお母さんに言っといてくれや。子供にそういうのは言わない方がいいよ。おばあちゃんもね、おばあちゃんが寂しい気持ちも分かりますよ。そら一人だろうし。なんだ、何の音？隙間風か。いや、湯を沸かしてんのか。ああ湯を沸かしてんなら誰かいる。誰ですかあなた。この田舎の村のセーラー服かい。あのなんかポットというか、ポットの花のね、高島屋とかにありそうな花の模様、なんか懐かしさを感じる。誰あれ、おばあちゃん説明して。あれは誰なのおばあちゃん。さ、晩ご飯にするかね。誰あれ、あれ誰だろう。おばあちゃんの説明ないの。おばあちゃんのご紹介してください。あの人誰ですか。あ、次の日。何、なんで地上波デジタル放送。あ、おばあちゃんちあれなの、ブラウン管じゃなくてしっかり何気にプラズマビデオテレビみたいなのがあんのかな。あ、もしもしお母さん。一人はやだよな。うん、なんか家の中電波通じなくて外で話してるの。中学生ぐらいなのかね。おお、そうなの。早く帰りたいよ。帰りたい。怖いもん、単純に。だってトイレが和式なんだよ。私あんなの使ったことないよ。和式トイレは和式トイレでちょっと落ち着くみたいなとこあるけどね。え、洋式って？違うよ、おばあちゃんち和式だよ。え？どういうこと？この子が帰っているおばあちゃんの家は、え？え、洋式に工事したの？でも。ええー、怖い。ご飯だぞー。このご飯を呼ぶ声ね。あ、はーい。でもあれだな、携帯がスマートフォンじゃないね。令和なのに。ふん、またね、お母さん。意外と、なんだろう、ませた小学生ぐらいなのかな。スマホ持ってない。このバス乗り場のさ、バス乗り場の椅子なのに、こう座布団が引いてあるみたいな。なんか田舎にありそうな。なんだあの企業って。何？なんか手生えてんだけど。伊藤くんか？丹野くんか？魚が左に進む継ぐの日みたいなのも開発してんのかしら。こういうところに次回作のヒントがあったりするやもしれんな。アイスクリーム。ちょっと違う場所だな。なんかいるよ、なんかいるよこれ。あ？何これ？白髪の老人か？うん。キューピーちゃん人形あって、ガチャガチャでね、実写動画撮りたくなるな。あのガラスは悪さしなかった。オッケーオッケーオッケー。あ、これはちょっと、あれですね。うん。昔っぽい郵便ポストですね。次の日にもね、色欲っていうシリーズがあって、その宣伝が後ろに貼ってありますけど、あの祠は、1日目にもあったね。大丈夫か、移動。おお、おばあちゃん。晩ご飯にカレー作ったぞ。おばあちゃん家のカレーうまいんだよな。うん。さ、家の中から怖いんですよ。さ、二日目だから、前日よりも、もうなんか起きた。怪奇現象多めだと思いますって言った途端起きたな。さあ、入りまーす。ちゃんと帽子取れるいい子なんです。あいつやらかすよ。いつかやらかすからね。まだやんないかな。はい。この家の匂い、慣れないなぁ。なんだろう、腐った木の匂いとかでもすんのかな、古い家だろうから。ポン、あ、時間は同じ時間だね。あ、1だ。あれは？昨日飯のところにいた人では？あ、ご飯だって。おばあちゃんとこの子が喋ってるシーンは見たの？あなた。ん？昨日ちょっと仲良くなったりしたのか？変な子。でもいたんだろうな。でもおばあちゃんずっと多分この子と喋ってないよ、きっと。何その角度。I'm perfect human の角度やめて。うわぁとんでもない角度だな。シャフトですね。はい、左行きます。
映らないはずの、角度的に映らないはずのものが映っていたぞ。気のせいか？そして掃除機がなくなっていますね。ダイソンのご時世に、あんなゴムの、ここ、おい！じい様！おかえり。じい様死んだはずでは。え？あれ？おじいちゃん生きてるじゃん。生きてる？え、それでスルーでいいか？生きてるじゃんでスルーでいいかな？羽子板の目が怖いもの。おじいちゃんもうちょっと開けた。じいちゃん並走、後ろから追ってこないだろうな。ん？ラジカセから謎の音楽が。ハンバーシャルパオ。うわあ！ああ！めっちゃついてきてるやー。めっちゃついてきてますやー。なんかあげる？ん？平和。なんだ平和って。平和はいいことだと思いますけど。古い洗濯機だなー。うわあ！めちゃくちゃ落ち込んでる。後ろの二人めちゃくちゃ落ち込んでますよ。ババシャツが干してありますね。何の音？何の音？何の音？もうちょっとで爆発するような音鳴ってるけど。あ、これはあれですね、夜間が。この令和女子には厳しいよ。ねえ、YouTube 見たいんだよ。令和女子はスマホで。ん？ばあちゃんどうした？ばあちゃんまで落ち込んでる。さあ、晩ご飯にするかね。いや怖い。今回のシリーズ気合入ってんね。今回の次の日はビデオ、次の日。うわっ、テレビ古くなってんじゃん。ねえ、ちーまる子ちゃんのねえ、おばあちゃんがパーンって叩くタイプのねえやつになってる。あ、もしかして電波繋がんなくなったる、なったんじゃない、なったるってなってるから公衆電話かけたんじゃない。お母さん、おじいちゃん生きてるじゃん。え、だっておじいちゃん家にいるよ。これお母さんめちゃくちゃ怖いと思うわ。な、あ、あ、何後ろ、何後ろ、後ろ、え？え？何あれ？何あれ？え？なんだあれ？なんか、ねえ、その恐竜、悪魔の実食ったみたいなゾーン系みたいなやつ後ろ通ったけど。死んだって？お母さんどうしてそんな嘘つくの？わ、私お母さんを困らせてないよ。多分迷い込んだんだろうな。なんか昔の昭和の頃のこの家に。ご飯だぞー。ご飯を呼ぶ声が。おばあちゃんに呼ばれたから行くね。お互い何言ってんのみたいな感覚なんだろうな。このお母さんと娘は。お母さん早く来てくれ。あっちょっと、あの後ろのやつ、目撃者探してます。なんて書いてあるかわかんないけど、黄色いレインコート、こいつ俺を殺した、俺になり変わったやつなんですよ。実況者って、あの、俺がね、左に進むだけの動画があったんですけど、俺専用のすぐの日があったんですけど、そちらも見てみてくださいね。うわっ、なんか電気屋、カラーテレビなんか売ってるもんな。逆にこれ今メルカリね、新品でこれ買ってメルカリ出したら高いよこれ。あ、小学生。あれ？昨日いた、こう、女のなんか二人ってもうちょっと、なんか年取ってたような。どんどん戻ってんだ。アイスクリームもアイスクリーンになるよこれ。なんか後ろに映ってるな。やっぱポストがどんどん古くなってる気がする。そうか。なんか昨日と風景違うなと思ったら、そういうことなんですね。どんどん。ただこの祠だけは、うん。そのままというか。っていうことは、あのセーラー服の女の子は、お母さんなのかな？もっと幼くなってるか。なんでおばあちゃん若返らないの？晩ご飯にカレー作ったぞ。昨日もカレーでしたよ。昨日の残りでしょ、それ。え、また？まあ、カレー好きだからいいけどね。さ、上がっておいでー。レトルトカレーじゃないこと願いますけども。さあ、帰りましょう。
あ、お母さん。この子最後どうなっちゃうんだろう。これでこのままなんか昭和の世界に取り残されたらかわいそうだな。それは大人帝国の野望すぎますね。おお、私のこと見えてるんでしょ。あー、見えてます見えてます。ささやかないでください。 ASMR やめてください。え、変な子、変な子で済む？変な子で済まないっしょ。ちょっと並走してない？大丈夫？時間は同じだな。音楽が怖いもの。私のこと見えてるんでしょ。もう2回言わなくていいよ。この階段の裏にいるじゃん。俺の実況見てるんでしょ。すいませんしょうもないことしました。さあ、あの鏡が悪さをするのか。私のこと見えてるんでしょ。悪さしました。後ろのやつ、後ろのとこにも、これ新演出ですね。掃除機とかもないんだな、この時代。高かったりとかしてないんだろうな、この家には。おお、大きい、落ちました。次の日名物、上から下に落ちるですね。はい、次。おお、わしのこと見えとるんじゃろって言ってほしかったな。支えてほしかったな。なんだあのじじい。開けたー、閉めたー。じじい、じじい、並走するように扉を閉める。わー、いるなあそこ。もう一回ぐらい入りそうだな。私のこと見えてるんでしょっていう ASMR ね。昭和 ASMR 全然言えてねえな。扉開けて閉める多いな。うん、ただ現役選手ですね、洗濯機だけは。うん、洗濯機だけは現役。ああ、見えてるんでしょ。いいいいいい。なんでこの子平気なの？俺にしか聞こえてないの？なんかエラー入ってるよ。大丈夫？洗濯物が減ってる気がしますね。なんかどん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 古くなってる桶とかも。え？私のこと見えてるんでしょ。私のこと見えてるんでしょ。なんだよこの不思議な音は。聞いた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 。私のこと。うわわわわわ。わわわわわ。どんどん日に日に元気をなくしていくおばあさん。さあ、晩ご飯にするかね。お、カレーでしょ？あれ、あれ後ろでカレー作ってるんですか？あ！水の中から出てきた。私のこと見えてるんでしょ。いや、見えてる、見えてます。見えてないのかこの子は。次の日ってなるかも。次、最終日がね。あ、まだだな。次の日、めっちゃレトロなテレビになったな。次の日はね、最終日になると、次の日って言ってる。ほら、もうなんか公衆電話が、バス乗り場がさ、なんか横、逆に読むというかね、左から右に読むんじゃなくて、右から左に読む、昔の形式になってんね。お母さん、早く迎えに来てよ。昨日のおじいちゃんのこと、本当だよ。うわぁ、なんか変な子もいるし、早く帰りたいよ。変な子、お母さん説あるよ。え、誰って？おばあちゃんの家にいる子だよ。私と同じぐらいの年の子。うわ、誰って？なんか変な子だし話してないよ。なんか後ろから見てる、めっちゃ高いなんかに乗ってるな、あれきっと。ああ、え、そんなこといる、そんな子いるはずないって？お母さんどういうこと？あー、怖い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 。ねえ、ご飯だって。え、逆になった。怖い怖い怖いよー。あー、怖い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 。それじゃ呼ばれたから行くね。じいちゃんとコンボ。この子は全部が見えてるわけじゃないのかな。あれ、いない。すげえ。青木が海中学校、青木が海中学校か。
あ、なんか古くなってもんな。昭和にしても初期初期の昭和ですよね。戦争とかの時代だろうな、これ。防犯連絡所。テレビジョン。あー、テレビ。もうカラーテレビとかじゃないんだな。モノクロテレビなんだな。あ？男の子。キヨシか？めちゃくちゃ冷やされてんじゃん。アイスクリーム。いや、怖いな。あー、ポストがあのポストになった。いつかこのポストなるんだろうなと思ってたけど。なりましたね。めちゃくちゃなんか偉そうに。あー！来るか？ ASMR 来るか？井戸が。あー。駄菓子屋なかったね。そしてばあちゃん落ち込んでます。晩ご飯、おめえの好きなカレー作ったでよ。毎日カレーだな。はよう帰ってこい。元気ねえなあ。うわあ。またカレーって。なんでカレーばっかり作るんだろう。それもなんでなんだろうね。あ、お母さんが好きだったのかな。これでこの子ね、昭和に取り残されたらかわいそうすぎるよな。昭和の匂い流されてるよ、これ。父ちゃんと母ちゃんも、ね、靴の匂いを嗅がせなきゃ。後ろの人形、ちょっと様子おかしいですよ。やはり様子はおかしくなったけども。お、時計めっちゃ回ってる。不可思議な回り方してる。なんかうにょうにょしてる。あ、おばあちゃん。ほれ、母ちゃんと一緒に行こうな。ばあちゃんなんです。母ちゃんって？いや、なんか怖い。なんか怖いわ、これ。うん、今までの次の日の中で一番怖いかもしれん。おめえは子供の頃、変なものが見えるって言ってたなぁ。お母さんも？母ちゃんって言ってるからお母さんなんだよな。いるなぁ、後ろに。うわぁ！変なもの見えます！あたいも変なもの見えます！家の中に知らない誰かが、家の中に知らない誰かがいるとかなぁ。お母さんもそういう経験があったってことか。開くんじゃない。じいちゃん！母ちゃん、うぅ！母ちゃんには見えねえで、信じてやれなかった。じいちゃん、ちょっとハメ外しすぎだよ。おめえは就職して、それっきりこの家を出て行っちまった。だから帰りたくなかったんだな。この家はちょっと様子おかしいんだな。やっぱ、あの鏡や。鏡やホラー系なことやるよね。母ちゃんを許してくれや、な。おばあちゃんも死んじゃったのかな、これ。帰らないうちに。で、ホラーハウスになったみたいな。え、おばあちゃん、私をお母さんと間違えてる？でも、家の中の知らない誰かって。私のこと、見えてるんでしょ。そうか、お母さんじゃなくて、この子が見えてんのか。見えてますよ。お母さん譲りの霊感で見えてますよ、この子も。あー、来るなー。めっちゃいるじゃない。心霊現象起き、私のこと見えてるんでしょ。私のこと見えてるんでしょ。私のこと見えてるんでしょ。あー、びっくりした。やめなさい。あー、冷蔵庫がなんか、うん、知らない冷蔵庫の形だな。三種の神器だった時代ってやつかね。カレーください。もうレトルトカレーでもいいんで。カレー食って寝ます。そして帰ります。怖い！近寄らないで！ああ！さあ、晩ご飯にしような。ああ、うん。よく平気で入れるな。もう俺気が違ってるよ。いや、恐ろしいな、これ。ダントツで怖いね、これ。あ！なんだこれ。あ！次の日。あ、でも、月の日じゃない。あー、ラスト !X デーが来ました。日の口、あ、逆になってるってことか。もうテレビもない、
あれだよ、映画というか活動写真の時代ってことだな。その昭和初期ってことかな、じゃあ。いやいやいや、公衆電話よくあったな。お母さん、早く迎えに来て。お母さんが迎えに来ないとこの子終わっちゃうよ。もう帰りたいのにずっとバスが来ないの。お願い、もうわがまま言わないから。うわー、バス停が溶けてってる。え、お母さん昨日迎えに来たの？家がなくなってるって？何を言ってるの？私ずっとおばあちゃんの家にいたよ。怖いよな。早く迎えに来て。なくなった。あれ、私何してたんだっけ。いや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 、家に帰らなきゃ。怖いなこれ。こりゃ怖えな。あー、平常心。この子だけは何も驚いてる様子がない。え？トンボ止まってないかこれ。ザ・ワールドの中だよ。ば、じいちゃんどうした？そんなところにいなくても。うわぁ、これもうまさに戦争時代になりましたね。食料配給所って書いてあるもんな。日の丸を掲げてますよ、これ。落ちちゃった。これはもうホタルの墓の時代ですね。めちゃくちゃな壊れ方してんな。石になってるよ、なんか。14日。日本国民よ、贅沢は敵だ。こんな感じのラジオが流れてたんですよな。ホタルの墓の感じとか、肌、ね、図書室で読んだ裸足の弦の世界でしか知らないけど、俺も。火の用心。いやいやいや、いや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 、手が、あ！あ、でも、これだけは、でもみんながなんか祈ってるみたいな。てかみんなが祈ってるとかそういう話じゃないの。なんて？何を言ってるんだ？おばあちゃんの家もなんか、防空壕になってるよ、おばあちゃんの家。当時は防空壕、どうなんだろう。防空壕でいっぱい人が死んだから、ここが、怖い怖い。俺がもう読まなくていいんですね。ご飯食べようや。読みにくくなってますよ、右から左に。え？あ！おばあちゃん今なんて言ったの？いやー、おー、なんかすっ、反対にしてんのか、これ。私のこと見えるんでしょう。いや、家の中、やばいでしょ、これ。ねえ。おばあちゃん、笑ってる？でも、あの笑い声、何かおかしい気がする。それどころの話じゃないでしょ。もう様子が違いすぎてるでしょ。時計回ってるし、背景地獄の釜だし。首持ってますね。首持ってますよね。あー、コロン。デビルマンの漫画版デビルマンみたいになってる。見えてますよ。見えてないふりをしてんのかな。よく家に帰ろうと思うな、君。ばあちゃんの笑い声聞こえるけど、もう何があってももうすでに怖いもの。こんな手形ぐらいでもう驚かねえよ。様、生きてたか、生きてただか、夏美生きとったんか、悪いってやつ、浜ちゃんのやつ。あ、会いたかったよ。え、あー、連れてかれる。ばあちゃん、母ちゃんまで。ばあちゃんもこの子と同じように様子がどんどん変わっていったのも、ばあちゃんもまた被害者だったみたいな。なんぜなぜ君はそんな平然とした顔しているんだ。顔色も普通だし。あ、動いた。あー、ついてきこないで。いやー、いるよな、あの子。
じいちゃんじいちゃん、やばい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 、ガシャドクロみたいについてきて、ついてきてる。おかえり。ちょっと君はなぜ平然と入れるんだい。君は何も見えてないのかい。なぜ平然としているんだ。あー、大丈夫、ほほ大丈夫ですか。君はなぜ平然としているんだ。お、扉がここからかな。あの、このと、ここがいつもの飯どころかい。飯どころ、カレーをいつも食ってるところかい。見えてます、見えてます。 IC です。だから話しかけないでください。 IC こーわっ、こっち見んな。この木を見残す。そこにもいたの。え、俺のこと言ってるこれ。怖っ怖っ、今ちょっと後ろ向いちゃったわ。無意識に後ろ向いちゃった。つい行きました。もっとなんか昔っぽくなってるな。あ、ね、ねえ、おばあちゃんたちどこに行ったの。わわわわわわ、近い近い近い。昭和に引きずり込まれたの。いや、ソーシャルディスタンス守って。え、今なんて。あー、席か。いや、ダントツで怖いなこれ、今までのシリーズで。あ、俺かい。いや、俺はやめて。見えてません。俺だけは助けて。視聴者さんはいいや、最悪。俺だけ助けて、俺だけは助けて。やめてください、やめて。ボスケテ、私のこと見えてるんでしょう。愛しい。あー、おー、これは怖いね。これはダントツで怖いな。昭和。やっぱ和って怖いね。和風というか。あ、なんか時が止まってるんだよな、このトンボが動かないってことは。昭和に閉じ込められちゃったってことなんだろうな、おばあちゃんの家に。ね、あの女の子が多分自爆霊のように住んでて。食料配給所。わー、わ、逆だ、すげえ。スタッフロール全部逆になってる。スタッフ、いや、あの子は何も悪いことしてないじゃない。ね、そんな悪いこと、そんなかわいそうにね。いや、でも正直演出とか設定とかも含めて今まででダントツで怖かったですね。うん。なんかどんどんその時代というかが日に日に遡っていくっていう演出もすごいね。ポストであったり電話であったりテレビであったりね。一番初めは地デジのテレビだったのにカラーテレビになって、うん、あとなんかモノクロテレビになって、そしてなんか活動写真のようになるみたいなの。怖かったですね。腕上げましたね。うん。1位だな、これ。圧倒的怖さというか。やっぱ夏だから本気を出されたのかもね、シアンさんも。あ、元に戻った。あ、これは家がなくなってたってのは、お母さんがその迎えに行った時に、この状態だったのかね。あー、帽子、娘の帽子。この時計がなんか悪さしてんのかな。戻ってってるもんね、この時計。そういうことかもしれないな。わあ、怖かった。ああ、
お前は昭和に引きずり込まれた。最後までやらかすなぁ。I'm シアン。これも逆になってたね。終わりか。ああ逆になってる。次の日、昭和からの呼び声。ああ日の愚痛。日の愚痛。私はお前をずっと見てる。うわーなんまだなんか怖くなってるじゃん。いやこれこういうのなんか動画終わった後のなんかこの一人ぼっち。私のこと見えてるんでしょ。いや見えてません。見えてません。いや怖っ。はい、ということで、これちょっともうなんかよく見たらうっすらいるもんな。うっすらバス乗ってきたのにな。バスも迎えに来ないってことなんですよね、これ。いや、よくできてたな。一本のなんかこんななんかずっとなんかこんなずっといた。このなんかなんかこれうっすらいるよね。こんな目、このなんかここの真ん中に顔が、あ、いたかなこんな。いた、あったかな。気づくと思うんだけどな。こんなのあったかな。いや、なかったよね。なんか残像残ってんだよ。閉店のお知らせ。ここ閉店してたのか、はじめ。こうやって見ると、なんかはじめ。ああ、でも令和の街づくり。そっか。どんどんなくなってきてるみたいなことなんだな。いや、なんかお化けうっすら見えてるの。なんなのこれ。はじめあった？こんなの。俺のことをずっと見てるってことなのかな。やっぱでも郵便のやつとか、なんかよくわからんけど、2週目やっちゃってるけど、そろそろ終わりますか。いや、怖いな、これ。なんかずっと見てんのは何これ。2週目だけの。強くてニューゲームか？怖くてニューゲームってやつか？これ。新しいやつか？新しいゲームの要素か？いらっしゃい、遅かったな。おばあちゃんの腰も立ちましたけど。この時点では多分おばあちゃんまだ生きてるというか。いや、怖い。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。毎度おなじみ継ぐの日なんですが、今まで一番怖く、大パワーアップしてましたね。今後の次の日シリーズをね、期待しながら、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。超怖かった。